うぷぷぷぷお前なこんにちは、勝又博物館です。はい、ということで今日はですね、何かと言いますとこちら、ぷよぷよボールです。はい、ぷよぷよボール、これどうしたかというと、前回ボンボン TV にね出演することが、決まってました。撮影をねした際にえっちゃんから、なんか置いてあって、お、これ初めて触れますって、俺初めて触ってめっちゃびっくりして、本当にすげえ気持ちよくて、そしたらえっちゃんがなんかあげますよみたいな感じで言われて、大丈夫、すごい下ネタに聞こえるけど、どこら辺が初めて触って気持ちよかった、すごい気持ちよかった、そうしたらあげるってそう、えっちゃんがあげるって、そうそう、だからね、そうで、動画にして、ぜひ動画にしてくださいって言うから、で、ありがとうございまーすって言って今から爽やかな関係だね。そうそうそう、爽やかな関係で、なんか、まあ普通にやっても面白くないと思うから、なんか、俺なりに考えた、口に入れて水入れるじゃあこれ12時間ぐらい放置しないとダメなんですよそれは無理やね、うん、それは無理だから、ペットボトルの中に閉めた状態で入れたらどうなるのかっていう、うん、膨らむから、これだいたいこの1個がこのぐらいの大きさに膨らむさ、このサイズが、マジで本当に知ってる、あ、知ってた、うん、だからこれを、この数をここに入れたら絶対入りきらないと思うのね。あ、全部入れるのね。そう、全部入れる、うん、この水の量でいいのかもちょっとわかんないけど、初めてだから缶ね、缶で、そう、缶、これでどうなるのかなっていう缶、うん、じゃあ、いう缶とりあえずミスったらまたね、ボンボン、ボンボンの部屋に行って、あのミスだから、ミスったからもうちょっとください。うん、いや、自分で買えよ。はい、もう、ほんとその通り。じゃあ、ちょっと。これそうだ。キャップ落ちない式のやつ。クルセイダー？は？なんで言った？キャップが落ちない式のやつ。これそうだね。クルセイダーじゃないよね。そんなこと言った？これ、どうなんかな、これいくよ。いや、お、入るね、うまいねそういうのだけうまいね。あーあーあーあ、何匹か、うん、割と俺のね足にね、ペン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 って当たったのあるんだけどまあまあ、掃除かければいいさ、うん、誰も映ってないけど大丈夫、うん、大丈夫、そっちあんま映さない方がいい。手に出すと良くないっていうことが気づいた。あっ、どう良くないですか。なんか入れづらい。あ、でも綺麗ですね。あ、綺麗だね。振ったらさ、良くなるとかねえのかな。なんか早くなるとか、なんか12時間って言っちゃうんですけど。これ何、ホームで買った水？そう、よく分かったじゃん、うん、駅のホームで買った水、駅のホームでね、うん、まあこのキャップが浸透しないだね。でも俺これ画期的すぎてびっくりしたけどね。取れた方が気持ちいいもんね。まあね、びっくりするもんね。はい、ということで、じゃあ白いところでこんな感じです。なんかもう結構なんか膨らんでる気しん、せん、さっき入れた時より、うん、気持ち、気持ちなんかもう膨らんでるような気するよね。じゃあ蓋閉めて振ってみてもらって、まあ、とりあえずここの下のラインっていうのがもう最初のスタート位置だと覚えてればね、ちょうど、はい、ね、はい、じゃあ蓋閉めて、綺麗に見せて、はい、いい感じです。はい、もう、え？もう、膨らんでね？絶対膨らんでるよ。もうだってライン超えてきてる。超えてきてるよ。山になってるもん、真ん中らへん。もうちょっと頑張ってみよう。まあまあまあ、でも超えてきてるかもしれんね。なんかね。いや、もう線超えてきてる。うん。早い。まあ、膨らみ始めて。まあ、膨らみ早いね。これ、ずっとやってたら早まるかもしれんね。2倍速ぐらいでね。まあでもそんな時間ないんで。とりあえず、これはもう一日放置したいと思います。どうなるんでしょうね。水の量多いかな、そんなことないかな。いいんじゃないね、放置します。すごいです、水が吸い尽くされました。1時間ぐらいしか経ってないのに。これは水をここまで入れてみないとダメかな、か最大限まで膨らむから水ここまでだったら多分ここでパーンとはならないんでしょうね。はい。はい。すごい。
あれから寝て7時間ぐらい経ったんですけども、水を足したらもうパンパン、すごい、かなりパンパンになってますね。これ以上膨らまないのかな。でも水入れたら膨らみそうだけど、水も目いっぱい入れたんで、ちょっとねこれで開けてみたいと思います。どんな感じになるんだろう。ちょっといきます。映ってねえじゃんどうしよう。よしよし、これでいいや。いきます。うわ、まずい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 よ、まずいまずいまずい。洗面所の中に大量に入ってしまったはい、ということでもうちょっと面白いこと考えます。はい、こんにちは、カズマ博物館です。ということで疲れた、なんですけども、先ほど見ていただいた通り、わかると思いますが、こちら、はい、ぷよぷよボールがすごいことになっております。ペットボトルの中でね、ただ開けるとドルルルルルって出るのはもう目に見えてるんですが、まあ開けてもいいんですけど、ちょっとその前にね、その前にコメントでお伺いしたいです。皆さんがどのようにしてほしいか、これをね、うん、はい、ですのでぜひコメントに書いてください。そしたらね、なんかできそうなものは全部やれたらやっていきたいかなと思います。これはですね、先ほども言いましたけど、ボンボン TV のえっちゃんさんからねもらったものです。で、ボンボン TV の動画の公開が明日からどうやら始まるみたいですので、期待しててください。まあそんな面白いものじゃないと思いますけども、まあなかなかいいものができたと思いますので、感想としては楽しかったやっぱこうね、いつも一人でだいたい撮ってるんで、こうやっぱ同じ YouTube やってる仲間というか、すごい、全然向こうの方がすごいですけど、こうやっていけるっていうのは楽しいですよね。なんかいろいろやりましたので、ぜひ、多分夕方の5時ぐらいかな、わかんない、時間帯までは把握できてないですけども、公開されると思いますので、ぜひぜひお楽しみください。それではコメントお待ちしてます。このぷよぷよぷよどうするかね。とりあえずちょっと開けてみようか。ね。ポロポロって出てくるから、絶対に。あ。あら？あ。あ。あ、あ、あ、あ。やばいやばい。もう、3粒ぐらい。映ってるかな？出てきました。はい。ということで、どうしてほしいか、よろしくお願いします。それでは、また明日。